和薬品の約束。東和薬品は変わります。お薬への取り組みに加え、あなたが健康を守り維持しやすくするような製品やサービスを作ります。東和薬品は変わりません。健康への願いにお応えする製品やサービスをより良いものとし、多くの方が手に取りやすいものにします。心の笑顔をすべての人に。明日の健康をあなたのものに。東和薬品です。お願いします。お願いします。羽生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そういうチャレンジを始めてますというのもまさにそれが変わっていくことっていう話です。そうです、はいはい、それをもうぜひ、まあ、ちょっと笑いが出るぐらいの、ちょっと笑いが出るぐらい、はい、はい、分かりました、はい、恥ずかしくならないかなと。ああ今ぐらいで大丈夫。今ぐらいで了解です。はい、本日ご出演いただく羽生結弦さんです。よろしくお願いします。お願いします。あ、すいません、なんかフィギュアっぽい。いや、なんかいいと思います。だらって立つというよりはちょっとこうシャキッと立ってる感じが出て、はい、はい、はい、約束。東和薬品は変わります。はいはいはい、ありがとうございます。これ約束の後、はい、今ぐらい、今ぐらいです。はい、わかりました。はい、ちょっとイメージ。はい、よーい、はい、約束。東和薬品は変わります。はい、カット。カットです。丁寧に、はい、はい、約束、はい、それでもう一度ください。はい、はい、はい、約束。東和薬品は変わります。はい、カット。カットです。はい、いいと思います。はい、明日の健康をあなたのものに。はい、カット。ちょっと高かったかなっていう。 OK、 もうちょい低く。そうです。次、あなたのものにしたんですよ、はい、ちょっと上げたんですけど、はい、あの、それぐらい結構ニュアンスが、リズムがある方が良かったですね。はい、よーい、はい、明日の健康をあなたのものに。はい、カット。はい、です。 OK、 はい、あのカメラ回ってない時に、なんか話してたぐらいが、もう全然力に、あそれはそれで見てみたいですね。ここにガンマークがあると、いつも猫の気分になる。ちょっと猫好きですね。アレルギーですね。私もアレルギー。でも猫好きなんで。そういうのも自分のハードライン。はい。はい、カット。はい、OK です。真横ぐらいに。じゃあ真横。真横、そうですね。はい。うん、約束。東和薬品は変わります。お薬への取り組みに加え、あなたが健康を守り維持しやすくするような製品やサービスを作ります。はい、カット。カットです。はい、と思います。ちょっとここずっと長いので、はい、ちょっとあのアングル違い、はい、はい、撮らせていただきます。ここはいらない。はい、よーい、はい、約束。東和薬品は変わります。はい、いいと思います。はい、どうぞ。羽生結弦です。はい、カット。はい、カットです。はい、いいと思います。はい、ありがとうございました。テレビ CM の撮影は以上になります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんか本当に僕はこの時間しかやってないですけど、ここまで来るのに本当に皆さん長い時間かかったと思います。今日もこれから撤収作業と、あとはなんか、これから、まあ、今日撮った素材とかを編集する作業とかも忙しいと思いますけれども、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。まずセリフをやっぱりちゃんと覚えなきゃいけなかったんで、あの結構練習してきました。何気に2日3日ぐらい頑張って鏡の前で言ったりとかしてましたね。あとはまあ、一応アスリートとしてやっぱり何かを突き詰めるという作業はすごく好きなので、まあ、自分の中で何を言えばいいのかとか、そもそも東和薬品さんは何を目指していて
どういう概念を持っていらっしゃるのか、どういう理念なのかっていうのもすごい勉強して、あのこの CM 撮影に挑んだつもりであるので、まあ、もちろん声とか表情で表現するのはプロではないですけど、一生懸命表現したつもりです。やっぱり自分だけの満足になってしまわないかっていうのは常に考えています。今回その鏡の前でやったりとかもしていたっていうのは、やっぱり自分がなんとなくその気持ちに浸ってやってるんではなくて、本当にそれが伝わってるのかどうか客観視をしていかなくてはいけないということを常に考えてはいて、フィギュアスケートのプログラムもそうなんですけれども、やっぱり思いが強ければ強いほど、どうしても自分の中の気持ち、これを伝えたいみたいなものが強くなってしまって、すごく独りよがりなものになりがちなんですね。それはすごく丁寧にちゃんと届くかどうかっていうことを考えてきました。あ、でも今回はインタビューの方もあったので、まだ少しリラックスもできました。あと監督さんがすごく優しい方だったんでへ1回だけお会いしたことがあって、ちゃんとお話はできなくて挨拶ぐらいだったんですけれども、何ですかね、普段から輝いていらっしゃるというか、そういう印象がありました。僕もやっぱりこういうふうにアスリートとしていろいろやってきて、またこうやって、こういうお仕事もさせていただいているときに、そうやって常に輝ける人になれたらいいなって思いました。音に合わせて踊る、何でもいいんですよ。別に誰にも見られてるわけではないので、例えばお風呂場でやってもいいですし、洗面所とかでやってもいいんですけど、僕なんかだったら好きなアーティストの方のその演奏とかを見たりして、もうめっちゃエアでギターをするとか、ベースを弾くとか、ボーカルやってるフリーみたいな、そんなんでもすごく気持ちよくなりますし、その80年代とかのバブル絶頂期にそのお立ち台に立ってた方とかはもうその時の音楽を聴いて、もう誰も見てないけどなんとなくその気になったら十分楽しめると思いますし、かなりカロリーも消費すると思うんですよね。そういう瞬間を作ってもいいのかなって。あとはその家族がいる方々はお子さんと一緒にとか、まあ、パートナーと一緒に、そうやって恥ずかしいけどちょっとやるだけでもその家族の雰囲気ってすごく良くなるんで、そういうことはやるようにしてますね。それは無茶ぶりじゃないですかね恥ずかしいですよね、さすがに。はい、まあでもあのアップの時とかよく歌ってますしね、僕はあんな感じです。あとガン泣きします、すごい。もうあの泣きたい時はあの泣きたい自分に浸っちゃうようにしてますね。もう浸っちゃっていいよ、泣けばいいじゃんって、もう悲しいじゃん俺みたいな感じで、ちゃんと泣いて発散してあげると、いつもいつの間にか心が健康になるし、あの心が健康になったら今度体も健康になっていくんで、そういうようにしてます。このような状況の中で本当に人と人とのつながりが本当に弱くなっていたり、思いっきり笑う機会とか感動して一緒に泣く機会とかなかなかないと思います。本当は外に出たくて、外の気持ちいい空気とか浴びたくて、家の中で苦しい思いをされている方もたくさんいらっしゃると思います。そんな方々にとって自分のスケートが少しでも、悲しくても何でもいいんで、少しでも皆さんの何かの気持ちのかけらになれるような演技をしていきたいなと思いますし、本当にちょっとでもいいので、そこから1秒先でもいいので前に向けたり
後ろに行ったり、そんな気持ちの動くような演技をこれからもしたいと思ってます。自分の言葉はまだまだ拙いこともたくさんありますし、自分で言えてないこと、自分が表現しきれてないことたくさんありますけれども、どうかこれからも健康に気をつけて、そしてその皆様の心の笑顔につながるような演技をこれからもしていきますので、ぜひご覧ください。そして自分の心の笑顔をこれからも大切にしてください。ありがとうございました。羽生さんに伺いたいことは、一つは、まあ、いろんな不調とか体の具合、それをどうやって払いのけて、ああやって滑ってられるのかっていうのとっても不思議に思うんですよね。そういう強さみたいなものはどうやって来るのかしら、それはまず私知りたいです。実は僕よくそのメンタル強いねとか心が強いねっていうことはよく言われるんですけど、自分の中で強いって思えたことが一度もなくて、試合のたびにすごく緊張しますし、こうやってインタビュー受けてる時もすごく緊張しますし、今回 CM 撮りなんかは特にやっぱり言葉で何かを表現しなきゃいけなかったり、自分は言葉を使うのがすごく下手だなって自分の中では思ってるので、すごい緊張するんですけど、一生懸命準備するようにはしています。自分が緊張してダメになってしまうっていうのも分かりますし、その緊張が力をくれるっていうのも分かっているので、その力をもらう前段階の土台をしっかり作るっていうことは意識してやってます。2つ目の質問ですけど、羽生さんが本当に自分の心の笑顔、自分が心からこう笑顔が出てる、そういうのはどういう瞬間ですか？それを伺いたいと思います。やっぱりそれこそ心の笑顔になっていただけた時ですね。やっぱりそれを感じられた時はすごく嬉しいですし、今いろんなアーティストの方々もそうですけれども、無観客でやったりとか、なかなかその直接人のつながりっていうものが見えなくなっているような状況の中で、やっぱりそれを感じ取るとか理解するとか寄り添うってことは非常に難しいなって思うんですね。ただそれでも何かそこにちゃんと心から手を伸ばしてあげて、それを感じようと思えば感じられると思いますし、実際にそれが自分が納得できるものだったら、多分自分の中でもちゃんと何かを感じられると思うんですよね。だからちゃんと納得できるものにして、でそれがまた誰かの元につながって、そこで心の笑顔ができていたら、やっぱり僕も笑顔になれるなって思います。黒柳さん、ご無沙汰しております。羽生結弦です。非常に僕なんかが質問していいのかなって思うんですけれども、まず、健康について、僕は結構怪我とかが多いので、結構怪我によってそれこそ心が傷ついたりとか、ちょっとトゲのある言葉に傷ついたりとか、そういうこともあるんですけど、こういう業界に長くいられる徹子さんだからこそ、どうやって乗り越えているのか聞きたいなと思っています。羽生さんのように体を使う仕事はしてないんですけど、やっぱり気をつけないと、スタジオの中は暗いので物に突っかかって転んだりとか、そういうことを絶対しないように、私は気をつけてきました。それからやっぱり人からちょっとね傷つけられたりとおっしゃったけど、くよくよしないこと、あんまり憂鬱に思わないこと、そういうふうにして生きていこうって自分で思っているので、あなたもそうだと思うんですが、私芝居をやっています。芝居の時は練習が必要でしょ。もうこれ以上しなくてもいいと思っても稽古して、それでダメだった時はもうしょうがないんですけども、あなたはやってらっしゃるからいいけれど、私はそこのところは練習しなければっていつも思っています。でもきっとあなたもそう思ってらっしゃるだろうなとは思います。あと、もう一つ、すごくいつも輝いていらっしゃると思うんですけど、どうやったらそうやっていつもいつも輝いていられるのかなと
いつも笑顔でいられるのかなということが疑問に なってます。ぜひ聞かせてください。まあ、私のこと輝いてるとおっしゃってくださってね、とても嬉しいけど、あなたあのスケートやってるとき輝いてるじゃない。だからあなたはそれでいいと思います。まあ、もし私が輝いていたとすれば、それはやっぱりいろんなことにあの常に興味を持って、あの私徹子の部屋っていう番組は45年、今度46年目に入るんですけど、それだけ長く毎日ね46年間も人に物を聞くっていうのは、普通だとちょっとみんな飽きちゃったりするかもしれないけど、私も飽きるってことがないのね。だからいつも続けてやっていくっていうことでずっとここまで来たんですけど、継続するってことがやっぱりね大事だと思う。まあ、あなたもあの全然仕事は違うけれど、スケートやってて、もしかしたら辞めたいと思う時もあるかもしれないけど、そういう時にやっぱり継続っていうのはとっても大事だっていうこと、それは私のなんていうの、先輩としてちょっと言うことがあるとすれば、まあ、継続は大事です。